今日はですね、前蹴りとそれから回し蹴りをね、下段、中段、上段と、ね、それをちょっとお知らせします。まずね、はい、お願いします。右の前蹴りでね、意外とね、近づいてください。こうやってやってもなかなかね、こう当たりづらいんで、ちょっとこう近づくつもりで膝をまずね、高く上げるね、わかりやすく。で、まずちゃんとお腹に届くっていうのをまずしっかり蹴り込むように、はい、慣れてきたら離れたところからこうやって蹴れるようになるけど、まず最初は膝をしっかり上げて抱え込んで、それからしっかり、わかりやすく言ったら足の半分、基本は前足で、で蹴りますけども、中足で蹴りますけどね、中足で蹴るけども、足の半分から上ね、それが当たるつもりでしっかり蹴る、しっかり蹴る、こういうことです。左側も同じです。左側もまずしっかり膝を抱え込んで上げる、上げたらこの足半分をね、目印にして、目安にして、足半分が当たるようにしっかり、半分が当たるようにしっかり、はい、蹴るベクトルというか、その方向は下からグッてこういうふうに飛び上がる瞬間、地面に足ついたまま飛び上がる、その直前、この動き、はい、それで前蹴りを蹴りますね。前蹴りは、あとは左の右段の足蹴りから説明しますね。この場合オーソドックスに構えてでもいいから、必ずこういう状態になってます。左の下段回し蹴り、なるべく上から、前足の場合は上からこういう、上からこういう中段回し蹴り、寄せて蹴ります。上段回し蹴りの場合、寄せてこういうふうにしっかり蹴ります。大切なことは、 I give you the tip、 Hold your knee above opponent elbow、 相手の肘のまず上までしっかり膝を抱える、まずこの動作ができないと当たらないです。はい、ここから寄せた状態から、この状態でやら蹴れるかって言ったら、実は蹴ってもあんまり力がないですよね。これをまず45度にスッと足を運ぶ、分速でね、足を移してね、足をスッとまずここまで運ぶ、その瞬間に早くやる、こういう動きをすると当たりやすいと思います。はい、反対に右側です。右側は逆にオーソドックスで構えた場合っていうのは、クッと膝をやっぱ抱えて、今度は大きくアウトサイドイン、アウトサイドインの感じです。外から内側に入って、で踏み込みが今度は前の方に、今度はこうスッとね、プッティティステップ、それからホーズユニーで、ひねるわけです。これツイストでアパボディ、その動作がワンツーになって戻す時に蹴ったりとか、もしくは右左で開いといてぶつけた時に回し蹴りをね、そういうふうに、蹴ってやってみてください。はい、押す。はい、前蹴りからいきます。構えて、はい、キャタイ、はい、はい、はい、3、4、5、6、はい、8、9、10、上段、はい、はい、3、4、5、6、はい、8、9、10、はい、これ続いて上段回し蹴り、はい、キャラタイ、はい、はい、3、4、5、6、はい、8、9、10、はい、はい、3、4、5、6、8、8、9、10、もちゃ、8、はい、3、はい、5、6、8、8、9、10、はい、お願い。
はい、左下段、中段、上段、抱えて上からまず落として止めます。はい、構えて。はい、ピタッ。はい、次中段。はい。はい、次上段。三。はい、下段。1。二、中段。三、上段。オッケーオッケー、もう一丁。1。三本目に気合い入れます。2。3。気合い。はい、もう一発。1。2。3。気合い。はい、直れ。